ットにやってきました。本日はリトルイタリーのファーマーズマーケットになっております。それでは今回も最後までよろしくお願いします。ここから長いテントが、あ、ここも続いています。リトルイタリーはね、食事系が多いイメージですね。アイスコーヒーをここで買います。めっちゃいい天気だ。かっこいい。いやー、天気が良くて気持ちいいね。あ、パン屋さんだ。美味しそう。クロワッサンマフィンだって。ボンボン。中にクリーム入ってる。なんじゃこりゃ。カロリー爆弾。カロリー爆弾だね。うわー、ドーナツ美味しそう。あるですね。生のウニと、あとオイスター。グリルドオイスター3つ10ドルにしてみました。でもね、ウニがね、結構インパクトがあってすごそうなんだけど、24ドルもするのでやめます。ロブスターロールも超美味しいですけど、25ドルもするのでやめます。生牡蠣はお腹が怖いのでやめました。まずガーリックのいい匂いがします。本当に、まあ、グリルなんですけどね。いただきます。プリプリしてて、ガーリックとちょっとチーズが乗っかってるんですけど、それが口の中でふわーっと広がる感じ。あ、これは美味しいです。本当に美味しい。買うかどうか悩んでたのはあなたですからね。正解。よかった。めっちゃいい匂いするね。でも美味しいよね。味付けが最高だね。これおすすめです。あのおにぎりショップもあります。結構ね、人気並んでる。こんな高く売れるんだ。すごい高い。いい感じ、なんかいい感じだな。すごい並んでるコーヒーショップですね。コーヒートラック、マニーベラ、クッキーも売ってる。キューバのサンドイッチにしました。マーケットによって色が違っていいね。でも総じて言えるのはやっぱローカルバイブスを感じることやったね。ローカルバイブス、あのサンディエゴの地域密着型のそのローカルの店が点在してる店がここにやっぱ集まるので、そのここに来ればそのマーケットに来れば毎回そのローカルバイブスっていうのを感じれるよ。ローカルバイブス、それがやっぱ大事。やっぱロコとしてはサンディエゴロコとしてはローカルバイブス感じ。あ、呼ばれた。後ろの目大きいね。うん、これで12ドルでした。これは12だったらいいね。うん、結構しっかり、しかもシェアするしね。うん、これはいいよ。コスパ、コスパ。シェフというね、ジョン・ファブローが主演してる映画。うん、おいしい。こんな感じらしいです。もともと半分に切られてましたね。ありがたいね。大満足。楽しいファーマーズマーケット。さっき素敵な演奏をしてた人たちがタップのおじさんとコラボしてます。歩いていたらウォーターフロントパークに到着しました。海沿いにある公園です。こちらもこちらも海ですからね。ああ、なんかすごい可愛いインテリアショップがあったので見てみたいと思います。うわ、なんか結構前衛的だな。イケイケ。わあ、こけしもなんかパンクなこけしが
ちゃ可愛い、なんか個性的でカラフルで可愛いですね。4000ドルもすんのその椅子。セントパトリックデーのイベントでバルボアパークに行きたいんですけれども、駐車場が封鎖されているようで、路駐をしないといけないんだけど路駐が全然見つからず。やっとパーキングが見つかりました。やったー。いやめっちゃ広いっすよ。だって動物園入ってるからね。動物園入ってるし、美術館とか美術館とかで、ミュージアム系も入ってるし、普通にセントラルパークよりいいよね。セントラルパークよりいいよ、セントラルパーク。まあ本当今日最高の天気でよかったね。本当見てくださいよ、これ雲一つない。そう、ピーカンレリ。これぞサンディエゴウェザーですね。で、緑の人たちがいっぱい集まってます。時間今12時半なんですけど、でも1時間半ぐらいパレード楽しみそうだね。バイトとしてはかなり楽しいです。多分早く来た方が、早く来て駐車場確保した方が最初から見れるんですけど、ちょっと遅れても、結構まあ十分楽しめるぐらいね。なんかもう駐車するのがとにかく大変だから、電車で来るのが一番なんじゃない。まあそれがベストだね。